登場校。はい、皆さんこんにちは。ギリギリクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、モビレージ登場校にやってきました。キャンプ場のはしごでございます。つい1時間ほど前ぐらいですか、日時計の丘オートキャンプ場をねチェックアウトしまして、そのままのその足でこちらモビレージ登場校にやってきました。第2回目のねキャンプ場はしごということでね、張り切ってるわけですけれども、ここはですね通年営業じゃないので、まあどうしてもね来ておきたかったっていうことでやってきました。土平日土平日でございまして、ガラガラでございますね。はい。で、まあ、登場庫ということで、もちろん、登場庫のおもちゃ王国、すぐ横でございます。徒歩8分でございますね。まあ、ここのね、キャンプ場は結構シンプルなんで、紹介しやすいんじゃないかなと思います。では、1時間前に片したばっかりのテント、また、設営していきます。はい、こちらが今回、当てがわれた A の一番サイトになりますね。もう、入り口からすぐそこでございます。A サイトはですね、電源ついてます。1500ワットまで。流し台もついているという、まあまあ、高規格なキャンプ場でございますね。で、A サイトの表記が 10×10 っていうことやったんですけれども、ここまでで10あるんですけれども、まあ、ちょっとここはね、車止める場所なんで、まあ、駐車スペース込みの 10×10 っていう感じなのかな。縦幅ね、これは10ありました。ただこう変形してるので、こっち側は10ないですね。だからある程度の 10×10 の変形サイトっていう感じですね。設営悩みましたけど、こうスカイパイロットを張ってこっちをね前室にしたいと思います。流し台がねそっちあるんで。でこちら A の2サイトなんですけれども、横の区切りはこんな感じですね。結構隣同士の距離感は近い感じになってます。おそらくまあここに車止めるんで、まあ、ここに車さえ止めればまあそんな気にならないかもしれないですけど、ちょっとね狭く感じたんで、ここ測ってみたら 9m40 でしたね。まあ、9m40 あればね大型テントは立ちますけどね。でこっち側は幅はもう 10m ねあるんで、10×9.4 ぐらいじゃないですか。で A の3とかも似たような感じなんで、まあまあ大体それぐらいの価格、おおよそ 10×10 駐車場込みですね。はい、できました。設営完了でございます。濡れてたんでちょっとねパッカーンダラーンとやっておりますよ。意外にね余裕持って晴れましたね。なかなか空いてますよね。やっぱねスカイパイロットね結構狭い区画でね行けるんですよ。10メーターかけ10メーターもあれば、ここの手前ね多分ね4メーターぐらい空いてんちゃうかな。でサイトのペグの入り具合ですね、まあ結構ねしっかり入ります。ただし若干硬い印象ですね。しっかり打ち込んだとしても脆いところやとねもげてくる場合があるので、強風の時のタープ設営は注意が必要ですね。こっち側から風が吹いてくると思ったんでね、こっち側だけ日本で強化してますけど、そういった工夫も必要かもしれません。じゃあ今日もキャンプやっていきましょう。はい、じゃあ今日はねほぼ貸し切り状態ということで、キャンプ場の紹介やっていきましょうかね。ここに看板があります。でこっからねゲート入っていく感じですね。でうちのスカイパイロットがねここに見えてると思うんですけれども、キャンプ場自体はすごいシンプルです。で今ね夕方で逆光なってるんですよね。見えるかな。はい、ここはね太陽ちょっと木陰になってるんで、こっからちょっと説明します。まずですね、うちがこれ A の位置です。ここから、ね、2,3,4,5 と伸びていってる感じですね。ここの木生えてる真ん中があるんですけど、ここも区画サイトになりますね。奥から A サイトで、真ん中 C サイト、手前が B サイトになりますね。それぞれサイトの違いとしては、 A サイトは電源ボックスと流し台がついてます。で B サイトっていうのは電源がついております、流し台がついておりません。で C サイトはね何もなしの区画サイトですね。でそういう風に ABC で分けられております。で本当にシンプルな感じなんですよ。こう続いてこう続いてこう続いてるだけで、すごくシンプルなオートサイトキャンプ場になってますね。でこれ今ねうちのサイトから C サイトを見てる感じです。本当に何もなくて、ここにねうっすら区画線みたいなのがありますね。表記としては 8×10 っていう表記やったんですけれども、どうですかね、 10×10 ぐらいありそうな感じするんですけどね。でもちろんこれは駐車場スペース込みの区画サイズになります。でそこに炊事棟とトイレが一つございまして、でもね端っこのサイトが見えてるんで、まあ、結構ねこじんまりしたキャンプ場だっていうのはね分かってもらえると思います。こちらが A の1,2,3で4,5,6,7,8 A の12まであります、ね、12,11 は若干変形サイトかな。ここでも11結構横広い気しますけどね。これといって当たり外れはなさそうですけど、若干の
広さの違いはありそうです。でちょうど炊事場とトイレが真ん中にあるので極端に遠くなるっていうことはなさそうですね。ただまあ夜のトイレはね、あそこの電灯が消えるのであればランタンが必要になってきますかね。でここから B の13なんで B サイトですね。ああなるほど、 A の数字から続いてるんですね。珍しい。11、12、13、14、で15、16と、まあここも設営はしやすそうですけどね。炊事場がなくなる分結構広く取れますよね。こう広いですよね。 B15 角地で B サイトの景観はこれですね。谷川っていうんですかね、谷川になってるんで景観としてはねなかなかいいんじゃないでしょうか。 A サイトは山側になるんですね。でど真ん中が C で谷側に B っていう感じなんで、まあ、選ぶなら好みですけど、まあ、流し台がつくつかないっていうメリットは大きいのでどうするかっていうところですよね。まあ、C サイトはね、まあ、ちょっと選択肢から外れるかなと思います。真ん中に木が立ってるとかそういうのはなさそうなんで、まあ、比較的設営はしやすそうですよ。まあ、逆にうちもね角地なんであそこ車こう止めれてるんで、もしかしたら広いところ当ててくれたかもしれないですね。まあでも流し台って言っても本当に端っこの方にあるんですよ。全然邪魔にならないですね。電源ボックスもさっき言ってたね日時計の丘オートキャンプ場は流し台と電源ボックスがこの辺とかにあったんで、あれやとねなかなか設営難しいんですけど、もう角にねピッて行ってくれてるんでこれは設営しやすいですね。まあただ隣との距離感ですよね。このねちっちゃい低い柵1枚なんで混み合ってる時は気になるかもしれないですね。で炊事場、給湯器あるんで1台お湯が出ますね。シンクが4台、で炭洗い場ですかね。でトイレのすぐ近くに自販機が1台ありますね。洗濯機もあります。こっちにも炊事場ありましたね。8台あって2台お湯が出るっていう。鏡、女性の方はやっぱこれ嬉しいらしいですね。はい、じゃあトイレですね。お綺麗。パッと見は古っぽいけどめちゃくちゃ最新の便器、子供用のやつと。ああいいじゃないですか。え、三角折り行き届いてるね。整備が全然大丈夫ですねこれやったら。で僕がですね今日月曜日から火曜日にかけて宿泊してるわけなんですけれども、本当は土日で撮りたかったんですよ。土日はね満室でした。予約取れなかったです。なので人気がうかがえますねキャンプ場のね。すごいシンプルなんですけれども、おもちゃ王国が横にあるとかそういった立地も含めて人気のキャンプ場っていうことなんでしょうね。でお風呂なんですけれども、シャワーがあるみたいなんですけど、シャワーはねどこやろな。あ、ここコインシャワーですね。あ、こっちトイレに直結してて、こちらがコインシャワー。うん、100円入れて動くタイプっていうことなんですが、まあ、一応ストップ&ゴーにはなってるんですけど多少年季入ってますね。まあ脱衣所もちょっと狭いんでファミリーはやっぱり温泉ですかね。で温泉なんですけれども、グリーンプラザでしたかね、ホテルがございまして、そちらのホテルの大浴場を使うような感じやと思います。でここから徒歩で行くと8分ぐらいという距離なんで、今日はね人いてないんでね、まあ車で行こうかなと思います。ただそちらの入浴料が大人1060円やったかな、1000いくらなんですよ。まあまああくまでホテルの大浴場ということで、まあ、その辺は仕方がないかなとは思います。そして今すごくカラスが鳴いてますね。生ゴミ放置したらやばそうですね。はい、こちらのホテルで大浴場入る感じですね。イルミネーションが綺麗です。キャンプ場からね一回歩いて試そうと思ったんですけど、歩きたくない距離ですね。若干坂道にもなってて、まあちっちゃいお子さんとかね歩いてくれない子がおったら抱っこしはちょっと厳しいですね。車なら1分です。第一関門おもちゃゾーン。はい、こちらが第二関門でございますね。見えないようにスーッと行ってくださいよ。はい、今日も終わりに近づいてきました。あっという間ですね。やっぱ連泊っていうのもね、またね昼間ね見える時にやりますけど、動物よけの電線が張ってあるんですよ。それがちょっとね子供触ったら危ないかなと思います。夕方5時ぐらいから流れるらしいので、今あそこね炊事灯とトイレなんですけれども、ずっと電気ついてますね。でこれが消灯時間になってもついているのであれば懐中電灯なしでいけますね。またおはようございますで会いましょう。はい、朝のキャンプ場の感じはこんな感じですね。
静かでございます。朝方はねカラスめっちゃ鳴いてましたね。もう真横で鳴いてんちゃうかっていうぐらい、ね、猫もね 5,6 匹いてるんでいろんな猫見れますよ。はい、ではこちらねモビレージ搭乗庫総評やっていきたいと思います。コンビニスーパーがそれぞれ車で 7,8 分、温泉はですね横のホテルで入ることができます。大人一人1050円とちょっと割高なんですが、これ日帰り入浴ポイントカードっていうのをもらえて、次来るときは大人550円に入れるんですよ。通いさえすればお得になっておりますので、まあ、この辺でね入浴料の高さっていうのはねパスできるんじゃないかなと思います。でこちらオートサイトは3タイプございます。まず A サイト、流し台と電源ボックスがついております。で A サイトは山側になりますね。ただし山側の場合こういった鉄線が張られておりまして、こちら夕方5時から電気が流れるようなので小さいお子様は注意が必要ということです。実際ね流れてたかどうかわかんないですけど、猫ね普通に触ってね行き来してたんで、もしかしたら流れてたとしても微弱な電気かもしれないんですけども、ここ電線でしょ、だからね、まあ、触ろうと思わないと触らないっていう感じなんで、まあまあ大丈夫だと思いますけどね。で A サイトは 10m×10m の駐車スペース込みの区画サイズになりますね。で次に B サイト、こちらも同じく 10m×10m、 こちらの場合流し台はついておりません。その代わり電源ボックスはついてます。ああいう風に谷川サイトになってるんですね。で、まあ、谷川サイトと言いましても景観がいい悪いっていうのはね結構区画の場所によって変わってくる感じですね。横との区画分けに関してはこういった木が生えてます。ここなんかそうですよね、もう木で区画が覆われてるような感じなんで、 B サイトの方が隣との距離感は気にならない可能性はあります。まあ、子供がねこっから落ちちゃわないように気をつけないといけないっていう配慮は必要かと思います。で次に C サイトですね。 A と B に挟まれて真ん中にドーンとあるのが C サイトになります。でここにねちょっと線がいってるの分かると思うんですけども、ここまでが区画サイズっていうことですね。 C サイトに至っては 8m×10m っていうことで、まあ、10m あるんちゃうかなと思って測ってみたらねほんまに 8m ぐらいしかなかったです。なのでまあこちら表記通りですかね。でそこ入り口で A サイトがこう回っていってですね、ここから B サイトに変わる感じですね。 B サイトがこうぐるーっとそこまでありまして、これ管理棟ですね。で C サイトが真ん中に炊事棟を挟んである感じですね。通行の道は砂利ですが、ほとんどは芝サイトですね。まあ芝といっても土サイトなんですけれども、でそれぞれのサイトには芝を傷めないようにっていうことでこの木を引いてその上に焚き火台を置いてやってくださいっていうことですね。ほら A サイトの方がね隣との距離感近い感じするでしょ。こっち A サイト、こっち B サイト、 B サイトはこんだけ目隠しあるけど A サイトはこんな感じと。ちなみにこちらのキャンプ場はペット全面 OK でございます。でチェックインが2時、チェックアウトが12時で、アーリーチェックイン、レートチェックアウトっていうもの自体がありません。なので早く来ても入ることができないので注意が必要ですね。で一応シャワーはコンセントとかもついてます。ついてますがちょっと年季が入ってねコンパクトな感じなんで、ホテルの大浴場行った方がいいと思います。めちゃくちゃ広いですよ。やっぱさすがホテルっていうだけあってね綺麗、めちゃくちゃ綺麗です。こちらのキャンプ場の料金なんですけれども、まず A サイトですね、流し台と電源ボックスがついているパターン、こちら平日料金が4840円、トップシーズンが7260円と。7260円結構高いですね。で次に電源のみの B サイト、こちら平日4400円、のトップシーズン6600円で、電源も流し台もついてない C サイト、こちら平日が3960円、トップシーズンで5940円という料金体系になっております。うちは今日平日ということで4840円やったんですけども、トップシーズンの7260円はちょっと高いかなっていう気はしますね。一概には言えないところではございますが、うちやったらまあ平日料金かなって感じです。まあということでね、第2回目のキャンプ場はしごも終わりに近づいてきたということで、もちろんね来週というかもう今週ですね、今週もキャンプ行きますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではモビレージ搭乗庫からお送りしました。バイバーイ。砂場で遊んでるね、楽しい。